どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はモデルマスターズの一選手として今年の大会についてお話ししたいと思います。僕は去年の11月に大会に出ましたが、その日から今までにすでに1000名以上の研究員が増えました。そのためあまり知らない研究員の方もいると思うんですが、所長は選手としても活動してます。僕が出場している大会はベストボディジャパンという国内最大のコンテストです。第1回大会は2012年の11月23日でした。昨年は団体の創立10周年ということもあり、かなり大きな盛り上がりを見せました。日本一を決める日本大会では、両国国技館という歴史のある会場で豪華なステージを作った団体です。両国国技館で裸で戦うという意味では、力士と同じですね。2023年のシーズンは4月から始まるということもあり、年間スケジュールといろいろと今年の大会について詳細が分かるようになりました。おそらく今年は昨年以上に参加する選手も増え、さらに大きな盛り上がりを見せるんじゃないかなと予想してます。今回は所長が選手としてどんなシーズンを過ごすのか、また所長の今年の目標についてもお話ししていこうと思います。選手としての所長も気になる研究員の方はぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずベストボディジャパンについてあまり知らない研究員の方のためにですね、簡単に復習していきます。ベストボディジャパンは大きく3つの部門に分かれてます。ここでは男性部門のみの説明にとどめますが、女性部門も同じようにあると考えてください。3つの部門は簡単に言うと筋肉量で分けられていると考えてください。モデル部門ではスリムな体が求められ、マッスル部門では迫力のある体が求められます。中年もビビるほどです。もちろんそれぞれの部門にそれぞれの魅力があると僕は考えてます。そしてその3つの部門はさらに年齢によって5つの部門に分かれています。ちなみにマッスル部門ではですね、去年までは2クラスだったんですが、去年参加者が増えたこともあり、今年からは3つのクラスに増えるそうです。これは参加選手が増えているということの証拠でもありますね。所長は主にモデル部門の40代のクラス、マスターズクラスに出場しています。なので略してモデルマスターズと僕はよく呼んでいます。40歳の時に初出場して、今年で早くも3年目のシーズンになります。モデルマスターズの過去の実績としてはこちらです。今までに5回大会には出場しています。昨年は8月の横浜大会から出場して準グランプリをいただきました。そして研究員の応援もあって、初めて東京大会ではグランプリに輝くことができました。そして記憶に新しい昨年の11月、各地方大会で入賞した選手のみが集まる日本大会で、熱き65人の中年の中、日本3位という成績を収めることができました。ありがたいことに大変評価していただきました。日本大会では本当にたくさんの選手と交流して、今もなおたくさんの選手とつながっています。11月にはグランプリの中島選手、準グランプリの杉本選手と3人でお疲れ様会もしました。中年の飲み会動画をね、たくさんの方が見てくれました。そんな所長が勝てなかった2人に、その飲み会で言われた言葉が今年の所長が選手として進むべき道のヒントになったんですね。2人はこうやって言ってくれました。バックステージのグランプリは所長だったよ。そう、人は所長のことをバックステージの王と呼びます。いや、表のステージじゃないんかい。その意味としては、2人は日本大会のステージに集中するため、他の選手と交流する時間や余裕が持てなかったと口にしていました。所長からすればステージにかける思いは僕以上の2人だったんですが、2人からすればまた別の思いもあるんだなと学ばせてもらったんですね。個人的にはバックステージでいろんな選手の方とお話ししたり写真撮ったりとかして楽しんでいただけなような、そんな気もするんですが、かえってそれが良かったのかなとも思ってます。僕にとってはステージ前にいいリラックスができたということでもあるかもしれません。実際その戦い方が僕の目標とする戦い方でした。日本大会ではヘロヘロなほどの体作りはせず、日本大会を楽しめる気力と体力を残して戦おうと思っていました。それが所長にとっての日本大会の楽しみ方だと思ったんですね。なので、ひょっとしたらモデルマスターズの中で一番日本大会を楽しんだのは所長なのかもしれません。昨年の日本大会以降、本当にいろいろと考えさせられました。大会への思いや考え方は選手それぞれ、大会への道もそれぞれ。正直自分の中では選手としてはまだまだ未熟、ポージングしかり、体作りしかり、選手としての振る舞いしかりだと思っています。ただ日本3位という成績をいただいた以上、2023年も継続してステージの上に立つなら、モデルマスターズ日本3位の選手として戦っていかなければならないと僕は考えました。日本大会では本当に多くの熱き中年と交流させていただきました。各選手たちが努力と情熱を持って挑んだステージ、一瞬とはいえ僕はその選手たちの前に立たせてもらった以上、選手としての責任があるんじゃないかなと思いました。日本6位の日枝選手がインスタのコメントでこう言ってました。日本トップ10の僕たちが2023年の日本大会までモデルマスターズを引っ張っていかなければなりません。
そう言ってたんですね。また日本一の中島選手、日本2位の杉本選手も同じようにモデルマスターズを盛り上げるためにいろいろと考えています。所長はいつもモデルマスターズの選手から選手としての在り方を学びます。一昨年も日本大会でトップ10入りをさせてもらったんですが、その時は正直モデルマスターズを引っ張っていこうなどそんな考えは一切ありませんでした。そういう意味でも所長は選手として去年は本当にまだまだ未熟ですが、今年はそうは言ってられません。ということで今年は新しいことにチャレンジしつつ新たな目標を掲げようと思います。去年の春までは正直大会に出るかどうかも悩んでました。そう考えた時、所長は去年半年間しか戦っていません。そこで今年は1年間選手として戦っていこうと考えました。そう、つまり所長の選手としての活動はすでに始まっています。 YouTube 活動を継続した一つの理由でもあります。所長の1年間の挑戦を研究員の皆さんに届けたいと思います。その動画が研究員の皆さんの日々のモチベーションになれたらすごく嬉しいかなと思います。近頃はこのチャンネルの動画が癒しと言ってくれる研究員の方までいます。どうも、癒し系中年の所長です。足は臭いです。まあ動画の楽しみ方は研究員それぞれだと思いますが、2023年所長はもう一度両国国技館を目指します。そして最終目標は日本大会でグランプリを取って美味しいドーナツを食べる。今年はスポットライトが輝くステージ上でもバックステージでもグランプリを取れる選手に成長しようと、そう考えてます。つまり所長は今年日本一の中年を目指します。負けるな中年、楽しめ中年、そして日本一輝け中年。あー、行っちゃった。リファル行っちゃったよ。もちろん去年の日本大会もグランプリを取るつもりでステージに上がりましたが、今年は最初から日本大会のステージを見据えて1年間シーズンを過ごしてみようと考えました。もちろん簡単な道ではないでしょう。辛い時も心が折れそうな時も、減量中にこっそりチョコを食べてしまう時も、そんな時もあるでしょう。笑われることだってあるかもしれません。それでも1年間挑戦することは決して無駄にはならない。むしろこの中年の宝物になるでしょう。研究の皆さん、最後までついてきてください。具体的には動画を見てポチッとグッドボタン押しといてください。そして所長の挑戦の承認になってください。ちなみに日本グランプリを目指すということですね、あの中島選手にも勝たなきゃいけないんですよね。去年日本チャンピオンの中島選手、僕は中島選手に4連敗中です。どうやって勝てばいいのかね、未だに分からないんですよね。なかなかね、弱点を探そうかなと思ってるんですけどね、分かるのはね、ただのいいやつなんですどうしよう。まあなんとか頑張っていこうと思います。という感じでですね、かなり今回は激アツに語ってしまいました。すいません、中年が熱い。いやー、かなり熱い、脇汗が。セーフ。このチャンネルが研究員の皆さんの2023年の楽しみになれたら、所長の決意がさらに意義のあるものとなると思います。まあ今回はですね、初めて思い切って大きいことを言ってみましたが、やるべきことはあまり変わりません。日々 G5 と一緒に筋トレをしてコツコツ準備しようと思います。またオートミール食べようと思います。正直自分で言ってみたものの、日本3位の選手としてどう行動すべきか、正直答えはまだ見つかっていません。ただ言えることは、モデルマスターズの選手として考える、行動すること、これは他のモデルマスターズの選手から僕が学んだことでもあります。今年はその選手から学んだことを僕が実際に体現しようと、そういうふうに思いました。僕は今年2023年モデルマスターズの選手としてそのステージを目指すと、こういうふうに言わせてもらいましたが、研究員の皆さんには研究員の皆さんのステージがあると思います。共に自分たちのステージで戦いましょう。1年間頑張っていきましょう。そのためにもこの動画、ここのチャンネルは1年間上げ続けることを今皆さんにお約束します。会うんですけど、すいません。まあ1年間何があるかわからないからね、絶対とはちょっと言えないんですけど、基本的には1年間動画も上げ続けると僕は思います。それでは皆さん、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ダシャ。次回の動画は、所長が今年最初に出ようかなと考えている大会をお知らせします。